いつも単発で引いてるんですけど、10連まで石貯めた方がいい。いや、原神は、単発ガチャと10連ガチャに違いはないっす。単発ガチャ10回引いても、10回のうちに絶対星4が出るんですよ。うん。ある意味、星4の天井が10連みたいなところがあるんで、実は、10連で引くより、単発で引いた方が、天井の管理とかしやすい。あれ、うっかり2凸しちゃった、みたいな。うっかり1凸、星5が2回来ちゃって、うっかり1凸しちゃったってことないから。ただまあ、あんま、差はないけどね。うん。まあ別に10連で一気に星5が2人くれるんだったらまあ嬉しいしね。10連してもそう、10連するメリットなしです、このゲームは。珍しいよね。普通ね、10連したら星4確定とかあるんだけど、原神は単発10回しても星4確定になってるんで、10連するメリットはマジでない。まあ、なんか楽にガチャ引けるってことぐらいかな。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。またね。